チャールズ・ブラウン。チャールズ・ブラウンはアメリカ合衆国のブルースピアニスト、シンガー。甘く滑らかで宣伝されたバラードが特徴的で、そのスタイルはレイ・チャールズなど多くの皇族ミュージシャンに影響を与えた。プリーズ・カム・ホーム・フォー・クリスマス、イーグルス、ボンジョ・ビラがカバー、メリー・クリスマス・ベイビーなどのクリスマスソングが特によく知られている。テキサス州テキサス式に生まれる。 クラシックピアノを学び、大学へ進学し科学を専攻。卒業後は一時期は教師を務めていたが、ミュージシャンを志し、1943年にロサンゼルスに移住する。1945年、当時人気を博していたナットキングコール対抗する形で結成されたジョニー・ムーアのスリーブレイザーズに、シンガー、ピアニストとして加入。翌年ドレフトン・ブルーズが、 R&B チャート2位のヒットとなる。48年には、チャールズのメリークリスマスベビーが同8位を記録するなど、多くのヒットを生んだ。しかしチャールズは、自分がフロントマンであるにもかかわらず、バンドの実験をジョニー・ムーアが握っていることに嫌気がさし、1949年にバンドを脱退。ソロアーティストとして、アラインレコードと契約した。 アラディンからのファーストシングルの曲のタイトルは皮肉にも、ムーアへの当てつけのようなゲットユセルファナザーフール、わけ、誰か別の愚か者を見つけろであった。アラディンでは1956年までレコーディングを続け、R&B チャートのトップ1020曲をランクインさせる成功を収めた。この時代の一番知られている曲はおそらくブラック、ナイトであろう。 1956年、アトランティックのために、ニューオーリンズで行ったレコーディングは、彼の個性とバンドがマッチせず、不本意な結果に終わる。続いてチャールズは1959年、ミシシッピ州ジャクソンのレーベル、AS と契約するものの、約1年間の在籍期間中、リリースされたのは、シングル2枚のみ、アラディンの成功を再現することはできずレーベルを去った。 1960年にキングレーベルから Please Come Home for Christmas がヒットとなるが、その後はヒットに恵まれることはなかった。メインストリーム、オフビート、モダン、ケントなどのレーベルから散発的に作品をリリースし続けたものの、チャールズの存在感は薄れていった。事実上引退同然だった80年代半ば、チャールズに転機が訪れた。 1986年、カムバック作となるアルバムワンモアフォーザロードを、ブルーサイドレーベルからリリース、後にアリゲーターに再発。これが好評を博し、クラブ出演など、ライブ活動も復活させていった。そしてボーニー・レッドがチャールズを彼女のツアーの前座に、起用、彼の音楽は再び幅広い聴衆の耳に届くこと、とった。1990年、ドクター・ジョン。 ルース・ブラウンらがゲスト参加したアルバムオール・マイ・ライフをブルーズ・アイ・ブルースよりリリース。このアルバムのギタリスト、ダニー・キャロンは、以後、チャールズのバンドでツアー、レコーディングともに活躍し、カムバック後のチャールズのサウンドを支える大黒柱となった。1992年には、レーベルからのセカンドとなるサム・ワン・ツー・ラブをリリース。同作には、 ボニー・レッドが2曲に参加している。一方、ボニーの1995年のライブアルバムロード、テステットには、チャールズが参加している。続く1994年のジャスト、エー・ラッキー・ソー・アンド・ソーは、ニューオーリンズのウルトラソニック・スタジオに、レコーディングの場を移した。バンドは、通常通り、ダニー・ギャロンがレギュラーのメンツだが、地元のホーンセクションとストリングスを使い、 その指揮とアレンジを務めたのは、ニューオーリンズの伝説的な指揮者のワーデル・ケゼルグ、であった。ブルーズ・アイ・ブルースからはアルバムを計4枚、1994年にバーブに遺跡しさらに3枚のリリースを重ねた。いずれも、チャールズのサウンドの真髄とも言える演熟したメロウなサウンドを展開してを充実した晩年だったと言えるだろう。カムバック以降、 米国の著名なブルースの賞である WC ハンディアワードゲンブルースミュージックアワードにもたびたびノミネートされている。1991年には4部門にノミネートされピアノ、キーボード部門の楽器演奏者賞を受賞した。また、1993年と1995年には男性ボカーリスト賞を受賞している。またチャールズは1997年 米国立芸術基金の選定する人間国宝にも選ばれている。1998年には、バーブからの3枚目のアルバム、総合ズラブをリリース。同年、12月開催のパークタワー、ブルースフェスティバルのヘッドライナーという形で、待望の初来日公演が組まれたが、チャールズの体調が悪化し、彼の出演はあえなく中止となってしまった。 翌1999年1月21日、チャールズはカリフォルニア州オークランドで76歳の生涯を閉じた。チャールズのラストレコーディングとなったのは、マリア・マルダーの1999年のアルバム、Meet Me, me Where's A Play the Blues で、チャールズは一曲芸ベビー、I'm T.I. Good to You でマリアとデュエットを披露している。もともとこのアルバムは、 前編マリアとチャールズの共演作になる予定だったが、チャールズの体調が悪化したために、マリアがチャールズの病室を訪れて、この一曲のみを吹き込んだのだった。チャールズが亡くなった後、1999年に、ブルーズ・アイ・ブルースは、アルバム・イン・エーグランド・スタイルをリリースした。これは、チャールズのレーベル在籍時の未発表レコーディングを収録したもので、レコーディング時期は、 明記されていないが、前編通してチャールズが一人で弾き語りでプレイしたものである。また同年、彼はアーリーインフルエンス部門でロックの殿堂入りを果たした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。